プール新監督のスロット、早速遠藤の代替選手の獲得に乗り出している模様。アルネ・スロットは、リバプールの監督就任が決まった後の最初の契約相手として、5000万ポンド約12億円のアタランタ MF テウンクープマイナースを指名した。クープマイネルスついにセリエから旅立つ？レフティだし安く取れそうなら行っていいと思うよね。正直現役で再推ししてる選手だからリバプール来たら踊り狂うユベントスとか行くなら来季はセリエへもガチで追いかけます。コープマイネルスは本当にありそう。スロット監督、教え子のコープマイネルス取りましょう。コープマイネルス来るなら結構熱いんだが、スロットさん就任でコープマイネルスの獲得は前よりあり得る話になる可能性あるね。スロットってコープマイネルスを今のトップ下とかで使いたいのか DMF で使いたいのかどっちだろ。数ヶ月前まで、今の中盤にコープマイネルスいるかと思ってたけど考えを改める普通に必要だと思うわ。リバプールは以前から関心を示し、EL でさらなる好印象。プレミアには移籍金や賃金面でも利点がある。リバプールに対抗するのは難しく、ユベントスは2番手スタートという状態。コープマイネルスってトップ下のイメージなんだけどツーボラもできるの？まあ、マクアリスターに顔似てるからリバプールにいても違和感ないよな。マクアリスターと判別つかなくなるやんけ。コープマイネルスと真っ赤がニボラ組んだらどっちかわからんくなりそう。マクアリ2人で MF はくさ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。